皆様こんにちは。先ほどね、推し城おもてなし甲冑隊って名前が出た時に拍手が出て安心しました。ありがとうございます。もう何も反応がなかったらどうしようかなと思っておりました。はい、我々埼玉県は行田市よりやってまいりました、推し城おもてなし甲冑隊でございます。私、推し城城主成田宇治長の娘海にございます。どうぞよろしくお願いいたします。ああ気持ちいいの、よろしい。我々な、埼玉県行田市という場所から来たのですが、行田市に行ったことがあるぞという方どのぐらいいらっしゃる？お、思った以上に多い。3割かな。ありがとう。では行田のこと、行田市のことを知ってたという方どのぐらいいらっしゃいますか？4割。あ、そんなもんじゃの。これからですな、我々が出てこの埼玉県行田市がどんなところかをみんなに知ってもらって PR させていただければと思います。それでは推し城おもてなし甲冑隊の面々を紹介していきたいと思います。まずは成田家一の家老、正木丹波の神俊樹です。行田一の男前にございます。続きまして成田軍の豪傑、柴崎ゆずるの神。行田市で一番大きな声を出します。そして続きまして成田軍の赤備え、坂巻幸恵。行田市で一番になれるものを今探しております。それでは最後は成田軍総大将、ご当地グルメフライ大使、成田長塚。時間は限られておる、はい、このようなメンバー、そして足軽のダンベ、アウト7名で行田を盛り上げるべく活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願い申し上げます。
将長近と埼玉の獣柴崎泉の神による演目ロボット四重にございました。このような演目披露やおもてなしでより行田を盛り上げていきたいと思います。またですね、行田にはさまざまな観光スポットがございまして、その一つにですね、今見頃の田んぼアートというものがございます。何名例のものを。逆じゃの、はい、こちらですね、行田には古代橋の里という観光スポットがございまして、夏にはですね42種類12万株の蓮の花が楽しめ、秋にはこの世界最大級の田んぼアートを見ることができます。今がちょうど見頃でございまして、この古代蓮の里の展望タワーからこの素晴らしい景色が見えるようになっておりますので、ぜひですね行田にお越しの際はこちらに遊びに行っていただければと思います。ところでダメ、この田んぼ色のスカーフは何かな。田んぼ用の布が巻きついてございまする。今までキスなんだろ。はい、こたび店頭に出陣するにあたりまして、お市場おもてなし甲冑隊オリジナルマフラータオルを同意いたしました。はい、売り物でございます。はい、ただいまこちらのお市場おもてなし甲冑隊ブースにて販売しております。1枚2000円でございます。安い。はい、ぜひこちらのタオルマフラーを名鉄ホールでも掲げて田んぼアート作っていただきたいなと存じております。はい、こちらでもですね、持ってる方何名かいらっしゃいますね。ありがとうございます。ちなみにですね、ちょっとポイントがございまして、お市場おもてなし甲冑隊の文字をよくご覧くださいませ。ここ実は市のところがですね、こいつのシルエットになっております。今回特別でございますので、ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。買ってください。よろしくお願いします。それではですが、皆様にはあともう一演目ご覧いただきたいと思います。では皆様方に、この後はちょっと休憩してもいいかな。この後にですね、これ絶対買ってちょうだい。この後は皆様、普段我々は行田市やお市場でやっております演目が、いくつかあるのですが、その中から一つ最後にご覧いただこうと思っております。成田市決定の戦いという演目をご覧いただこうと思っております。今ね、天下一決定って言ってる中、行田ではちっちゃく成田家で一番が誰かっていうことを毎回争っております。これに参加しますのが成田郡の正木丹波の神、柴崎泉の神、坂巻幸恵でございまして、映画のぼうの城をご覧いただきますと、大体正木丹波の神が一番優れた男として描かれているわけではございますが、今となってはまた違う時があります。日によって誰が勝つか分かりません。今日この場で誰が勝つか、ぜひ皆様に見定めていただければと思っております。それでは成田市決定の戦い、ごゆるりとご覧くだされ。
本日のなりたい地、坂巻幸恵です。